よほい。脱線大画病です。マフィア・クジトです。ね、本日ね、あの、キャッツが届きましたんで、ね、見てみ,てみましょう。で、ちょっと開封はちょっとしないわ <laughs>。してもいいんやけどね。これ面白いで、ね、ほら。はい。えっ、ー、とね、このー、なんやったっけワンスターのね、あの、中村名人バージョンっていうことですげえ。すげえすげえ。 ロゴロゴこれなんかあれなよね透明なんやけどめっちゃ中黒に見えるなパッケージが黒やから黒っぽく見えるなすごいほらパッケージへえー、でこ,こ,ここだけ欲しいなどんな <laughs> これあれだ、ね、こっち裏向けて中村名人ってこれなってなかったらめっちゃ面白げなあなっとったなっとるわよかった これはちょっとまたね、あの個人的に開けて楽しみます。どん中同じや,かやねんどうするステルス、ステルス。で、あの、この前、ベアリングまで使ってあのぶっ壊しました。<laughs> ステルスレイダーと一緒に買いました。ということで、ね、3点、うん。はい、ありがとうございます。でね、ここからが大変あれなんです。ね、あのね、 中村さんがが好きなやつあるんんすよ中村さって言うてもな中村さんが好きなやつがあるんすよ。ゆういちさんが好きなやつがあるんすよ。はい。ガラ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 ガパックね。顔反射しないかがめっちゃ怖いね。ちょっと開けていきましょう。なんか1から1から16まで種類があって、えっ、ー、となんか1から1から5ぐらいまでかね。なんかやっぱあのデアアソートみたいで。でなんか中に サインが入っとったらレアっていうことでね対戦しましょうってね俺なめっちゃ開ける前に気が付いたんよ見てんこれほらこれワンチャンこれあるぞ多分このあのわざと印多分中村名人とか多分自分でやっとるやつとかってわざとここ印つけてるとかあるからさこれワンチャンあるではっきり言ってこれこれ多分レアかもしれん、まあ、梶田さんに渡してよし梶田さん勝負っさ 勝負えー、で、えー、対戦方法はえっ、ー、と何かサイン付きのやつがすごいレアっていうことでねもうサインが当たったらもうあのー、勝ちっていうことでね彼の勝負でえっ、ー、とねであのー、1から5ぐらいまで、まあまあのー、数字の低い方が勝ちっていうことでね彼さん勝負しましょう負けんさ <laughs> っていうことでねまず先行オ攻大神渡りよしやけど俺のドローン いやあ、今日はもう仕事ならんかったもうこれ開ける。俺はあのピッて気分かな思ったけどね。あ、ちゃんとね、あのスリーブ用意しましたんで。ローダーも用意しましたんで。スリーブを、スリーブを。なんか遊戯王サイズのスリーブでいいみたいなんで、豊さんがちゃんと調べてくれたんで、入らんかったら、怒るよ。<laughs> いやあ、なんかな。

ハイパーストリング。クジラ丸を保有している。すげえな <laughs> いや、これ全然ツイッターにまだ上がってないからな。バビったわ。はって言うでも、13番。ああ、演技が、演技が悪い13番。うわあ、13番か。16種類やからな。これは、ちょっとな。レアル度低いけど、レアル度低いけど、これめっちゃ面白いな。 これ本人かって思う。あーでも、この顎の,顎の、顎の、顎のしゃくれ具合は中村名人っすね。面白これな、何の靴履いてる何の靴履いてる何の,何の靴履いてるハイ、ハイ、ハイパワーストリングやって。ああ、サインなかったな。よし。よし、梶田さん、梶田さん開けるっすわ。 これ,でこれで中村中村雄一さんのカード入っ,のっての面白い <laughs> バ,バチクソ笑うけどでこ,れこれで前なっとったら笑うけどねでもなんかなんか俺あのそのスリーブなんかさああ,あ,あ,あなんかあとがついとったからなワンチャンあるではい行きますか、まあ、風田さんの方うがはいああ釣り釣り <laughs> あ1616 <laughs> 16ってポイント一番低いっく, <laughs> 低くでこれあれね「<あ>あの世界を釣るシリーズ」っていうことで説明書か遊び方付属の説明書か YouTube をご覧くださいってああ俺なんか俺撮るみたいな <laughs> でこれでこれレイズンレイズこれワンスターがついとんや しかもこれなんかストリングスのこれなんか糸の糸の結び方これあれやねすげえあーああこんなこの靴履いてるわナイ,ナイキじゃないんか、うんと,いと,ね、<laughs> ということでねと,と, <laughs> ということでこの5勝負1 0 3と13と16ってめちゃんこう程度低いということでねまたなんかあの再販があったらね ちょっとまた勝負してみましょうということでね。皆さんもね、なんかあの、一個ずつ買ってとかね、対戦してみてください。またね、よかったらね、遊びましょう。じゃあね